今回ランキング入りしたカエルたちは美しさを競う生物ランキングで上位を勝ち取ることは不可能でしょうが、どの種類もユニークで驚くべき特徴を持っています。信じられないという方は今から動画を見てください。というわけで世界の不思議なカエルランキング始まりです。ブラジルツノガエル。両生類界の驚くべきこの小さな悪魔は南米の広大なアマゾン熱帯雨林に住んでいます。ブラジルツノガエルは生まれながらのカモフラージュの達人で、体の迷彩模様によって周囲の環境に完全に溶け込むことができ、また優れたハンターとなることもできます。ブラジルツノガエルは葉に潜って頭だけを出し、その存在に気づかない獲物を待ち構えるのです。ブラジルツノガエルは成体になるとその体長は20センチに達することもあり、かなりの巨体です。ブラジルツノガエルは攻撃的で人間にも襲いかかるほどです。そのため地元の人々はブラジルツノガエルに噛まれないように革のブーツを履いているほどです。こうした危険性にもかかわらず、スリルを楽しむ人々の間ではブラジルツノガエルはペットとして飼われています。ヘレンの空飛ぶカエル。ほとんどの人々がこの地球上に未知の世界はもはや存在しないと考えているにもかかわらず、科学者たちは新たな発見をしては今も世界中を驚かせ続けています。そのうちの一例がこちら。南ベトナムに2013年1月に発見され、ヘレンの空飛ぶカエルと名付けられたこの新種のカエルでした。その大きな水かきは鳥の翼のような役割を果たし、このカエルは捕食者から逃れるためまるでターザンのように木から木へと飛び移ることができます。この大きな手足のおかげでカエルは安全に大地に着陸することもできるのです。この変わった飛行能力を持つ両生類の体長は全体で10センチにも及び、かなりの大きさです。ハーレクイーンヒキガエル。熱帯に住むエキゾチックなこのカエルはその多彩なカラーリングを特徴とします。実はコスタリカに生息するこのカエルは一目見ただけでは想像もつかないほど危険な生き物です。ハーレクイーンヒキガエルの毒性はなんとシアン化カリウムの100倍。明るい体色は捕食者にその危険性を示す赤信号として機能しているのです。ハーレクイーンヒキガエルの唯一の天敵は人間を除くと寄生虫の肉映えで、この虫はカエルの足に幼虫を付着させます。この幼虫はハーレクイーンヒキガエルの肉を食い、徐々に死に追いやっていくのです。ゴライアスガエル。カエルの世界の中でも飛び抜けて大きな種類がこのゴライアスガエルです。その体は33センチで体重は 3.25 キロにも上り、地球上において最も巨大なカエルとされています。他のカエルと違ってゴライアスガエルは潔癖症で水にかなりのこだわりを持っており、透き通った綺麗な水の中にしか生息しません。ほとんどの時間をゴライアスガエルは滝の近くの岩棚に、まるでそこが自分の台座であるかのようにじっと座って過ごしていますが、危険を察知すると素早く滝の中に飛び込みます。筋肉が発達したたくましい手足によって3メートルもの距離を飛ぶことができます。食べ物は甲殻類や昆虫、蛇や小さなカエル。ゴライアスガエルは絶滅の恐れがある種として大きな注目を集めています。子持ちヒキガエル。このカエルの特徴は両生類としては非常に変わったその繁殖方法にあります。他の両生類と違って子持ちヒキガエルは卵を産みません。卵はメスの体内で孵化し、
オタマジャクシから小さなヒキガエルの姿にまで育ってから生まれるのです。この他にも子持ちヒキガエルは足と目の付近に太い分泌腺があることが特徴です。ひときわ目立つカラフルな分泌腺のおかげでこのカエルはとてもエレガントに見えます。小石ガエル。小石ガエルは熱帯や亜熱帯の大地に好んで生息します。この小さなヒキガエルの外見には目を引く特徴は全くありませんが、実はサーカスの曲芸師も羨むほどの離れ技を成し遂げる能力を持っているのです。小石ガエルはタランチュラのような危険生物に遭遇すると体をゴムボールのように丸めて斜面を転がり落ちて逃げていきます。強靭な筋肉と敏捷さを持つカエル界のアスリートとも言うべき小石ガエルはこの目を見張る脱出劇の際に傷を負うことは一切ありません。他の種類のカエルに比べて立派な跳躍能力を持つカエルとは言えないためか、小石ガエルがこうした移動方法を取るのは危険に遭遇した場合のみです。コケガエル。コケガエルはカエルの世界でも代表的な存在で、北ベトナムの熱帯地方にのみ生息します。このアジアのエキゾチックなコケガエルは迷彩服のような外見のおかげで、その生息域においてカモフラージュの名人として名を馳せています。遠くからは苔や沼の一部が動いているようにも見えます。指の先端にある大きな丸いクッション状の部分を使って巧みに木や岩を登ることができます。苔ガエルは洞窟の壁、植物の茎、木の枝などに卵を産んで、孵化したオタマジャクシがすぐに水の中に入れるようにします。カメガエル。ランキング3位、カメガエルはエイリアンの頭を持つミュータントのようにも見える謎に満ちたカエルです。自然界が生み出したこの変わった生物は西オーストラリアに生息しています。カメガエルはたくましい手足を使ってシロアリを捕まえ、巧みに砂地の中に潜ることができます。生殖もまた砂の中で行われます。ヒキガエルの一種であるカメガエルには他にも変わった特徴があり、他のカエルと違って卵の中にいる時に成長します。このため孵化する時にはすでにオタマジャクシの姿ではなくカエルの姿になっているのです。グラスフロッグ。続いて不思議なカエルランキング第2位はグラスフロッグです。一見するとこのカエルはありふれた緑色のカエルのように思えるかもしれません。しかしグラスフロッグの体をよく観察すると、その腹部の皮膚が完全に透き通っていることに気づきます。まるでガラスを通して見るように内臓をはっきりと見ることができます。この透明な皮膚のおかげで葉から反射した光を浴びたグラスフロッグの体は周囲の風景に溶け込み、捕食者の目から逃れることができるのです。まさにこれは自然がもたらしたカモフラージュ能力です。グラスフロッグは水辺に生える木々の葉に卵を産むことで、卵から孵化したオタマジャクシが水の中で成長できるようにします。ピパピパ。不思議さを競う今回のランキング堂々の第1位を飾ったカエルはピパピパです。このカエルはその得意な外見だけでなく、その繁殖の仕方にも目を見張るものがあります。ピパピパの生息場所は南米スリナムにあるアマゾンの熱帯雨林。ピパピパはかなり大型のカエルで、体長20センチほどのサイズにまで成長することもあります。他のカエルと最も大きな違いはその平らな体で、遠目には板と見間違えてしまうこともあるほどです。目は非常に小さく、鳴き声も普通のカエルとは違っていて、ピパピパは喉にある骨を鳴らして自分の交尾相手を呼びます。繁殖の際、ピパピパのメスはオスと一緒に水中から外にジャンプします。メスは毎回ジャンプするたび
なんと自分の背中の皮膚に卵を産卵します。自然界においてピパピパのメスは子供に対して最も思いやり深い母親といえます。母親は自分の皮膚の中で卵が孵化するまで2ヶ月半もの間、卵を背中に背負って生きるのです。このカエルの赤ん坊の数は時に114匹にも上ることもあります。さて皆さん、今回はここまでです。最後まで動画をご覧いただきありがとうございました。今回のお話がお気に召しましたら、いいねボタンを押してくださいね。皆さんにお聞かせしたいお話はまだまだたくさんあります。それではまたお会いしましょう。